誕生日を迎えて何歳でしたっけ？28歳。あ、28歳だそうでございますのでね。28なわけがないあんた。28だったら顔のツヤが全然なさせくよあんた。28歳の気持ちでね、はい、ね、もう一生懸命頑張ってくれておりましてね、やっぱりね、もうちょっと私たちより上でございますからね、ちょっと体が弱いわけでございますから、やっぱりこう足腰が弱いんですよ。だから毎日ですね、あの青汁三昧と紅酒飲んで頑張っているわけでございましてね、はい、はい、してませんだよね、あんた、ね、はい、それではですね、はい、頑張って、はい、挨拶を。藤井馬と申します。今月いっぱい一生懸命頑張ってまいります。どうぞ応援よろしくお願いいたします。はい、一生懸命頑張ってくれておりますのでね、はい、そしてですね、劇団の自己紹介は終わりでございまして、続きまして、あのこの顔にピンときたら110番でございます。誰が犯罪者ですか？いやなんかあんたの顔見たら犯罪者みたいな、あんたこんな可愛い顔した僕は犯罪者よ。そんなこと、なんかあんた白黒になったらあんた犯罪者みたいな。時間がないから、はい、落としとかないと間に合わないよ。あ、そうなんですか。あ、それでね、なんで今日素直なんやろうと思って、はい、素直出たくないですよね、はい、うちのシーサーでございましてね。なんで立てるんですよ。やめてください。いやね、あんたもね、そういうことでやりますか。やりますね。もう一生懸命頑張ってくれておりましてね、地元はこの近くでございましてね、あの天王寺の方でございまして、天王寺動物園というところがございましてね、今この間合唱しているね、ハーセンザルの太郎でございましてね、ただいまおっさん祭でございますので覚えてやってください。誰が反省？違いますよ。はい、反省を。ほら、できるよ、反省。反省になるんでございます。これ人間ですからやれって言ったら何でもできない。ファイルではない。あ、違うんですか？違います。あ、違う、はい、人間です。あ、人間ですか、はい、福岡の出身でございましてね、一生懸命頑張ってくれておりましてね、はい、それで挨拶をね、はい、本日ご来場いただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。私劇団富士のチャン・グンソクと申します。本当にまだまだ見つものではございますが、このイケメンを生かしまして一生懸命頑張っていこうと思っております。天守楽の当日までどうぞ応援のほどよろしくお願い申し上げます。寄りにくい時は軍手まで構いませんのでお願いします。どうもね、あんたね、チャン・グンソク、何ですかその頭は、あんた、イソギンチャクみたいな頭さ、イソギンチャクって言うのやったらね、うまいよ、大さん、あんた、いや、あんたの頭見よったら、あんた、グンソクって言うの、イソギンチャクみたいな頭しようから、何でも言ってください、藤小太郎でございまして、覚えてやってください、お願いいたします。またね、こうやって毎日県の方、そして劇団のグッズ紹介いただきまして誠にありがとうございます。私たちも久しぶりのね、この大阪公演でございましてね、今回の結果で、ね、私たちも今度はですね、この大阪公演が今度はですね、3ヶ月、4ヶ月、半年、1年とね、伸びていくわけでございますのでね、またぜひともね、今月1ヶ月間一生懸命頑張りますのでね、ぜひともですね、またね、劇団富士という名前を覚えていただきまして、ぜひとも遊びに来ていただきますようによろしくお願いいたします。ねえ、もう私たちもね、すごく嬉しいんですよ。ねえ、もう本当にね、このバイナンドのスタッフさんからママさんからね、よくしてくれるわけでございますね。そしてね、お客様もよくしてくれまして、盛り上げてくれるわけでございますね。とっても嬉しく思っております。またぜひともですね、ずっとですね、一応ですね、こうね、大阪公演の方もね、もう長くね、いたいなと思っておりますのでね、ぜひとも応援していただきますよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは私もこうやって喋ります。はい、お客さんがライオンを頑張る劇団やそうや。あ、そうですか。ありがとうございます。暴れまくってあ、はい、もうできることならね、そういう何人さんがのお客さん、ありがとうございます。ありがとうございます。私たちね、ネクラの集団でございまして、他の劇団さんに比べたらね、こう、夜の夜の遊びに対しないわけでございます。私たち、なんでか知らないんですけどね、楽屋の方が大好きでございまして、もうネクラではございますけどね、もう舞台が大好きでございましてね、もうこうやって、はい。そんな楽屋が大好きばっかし、嘘ばっかし、いや、本当、私、あんまり酒も飲みませんから。ねえ。はい、ママ、私会ったら分かります。全然どこにも行かないから。私は上の小部屋でずっと寝てるんですから。テレビ見ながら、あんた芝居の DVD 見ながら一生懸命勉強して。
ねえ、もうネクラでございますよね、私は本当にね、本当に羨ましいなと思うんですよ、みんなね、こう明るくね、私、極度の人見知りでございまして、本当ですよ、私、舞台降りたら人見知りでございましてね、無口でございまして、ね、舞台の上だけですよ、こんなにペラ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 喋るの、ね、舞台出たら恥ずかしさを忘れるわけでございましてね、もう仮面かぶってるのと一緒でございまして、私、タイガーマスクみたいなものでございましてね、またね、この後も後半、舞踊ショーでございますので、一生懸命頑張らさせていただきますのでね、最終、最後までご一緒にさせてやってください。私もこうやってベルベルベルチャレンジ感の妨げでございますが、これインターン入りましたら10分少々の休憩をいただきまして、第3部分予想の会になっております。またこの後、第3部分予想はですね、劇団総合長でございます。口データの中心のもと一生懸命と頑張らさせていただきます。またね、私たち何が一番嬉しいかと申しましたら、お客様がもらう拍手が一番嬉しいわけでございますね。拍手が多いから頑張るのも役者でございますのでね、頑張ったら拍手ご選択合わせなきゃどうかよろしくお願いいたします。私もこうやってベル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 喋っておりますけど、これまでからそれだけでございますのでね、私も簡単で無口な工場を愛してやるのですけど、本日は誠にありがとうございます。